夏の暑い夜、じっとりとした湿気が肌にまとわりつく中、友人のケンジとアキラは好奇心に駆られて地元で幽霊が出ると噂される廃墟となった古い病院へと向かった。僕たちは小さな町の一角にあるその病院について昔から何度も怪談を耳にしていた。子供の頃からの噂話が僕たちの好奇心をそそり、真相を確かめたい気持ちが抑えきれなくなったのだ。真夜中の空には満月が浮かび、ぼんやりとした月明かりが廃病院の錆びついた外壁を照らしていた。セミの鳴き声が途切れることなく響き渡り、不気味な静けさの中に不安をかきたてる要素が散りばめられていた。僕たちは少し興奮しながらも、一歩一歩慎重に廃病院の前にたどり着いた。本当に行くのか？ケンジが声を潜めて僕に問いかけた。もちろんだよ。せっかくここまで来たんだから。アキラが軽く笑って答えたが、その声にはかすかに震えが混じっていた。僕たちはお互いに不安を隠しきれず、心臓がドキドキと高鳴る音を感じながらも、その場所に足を踏み入れることにした。廃病院の正面に立つと、巨大な錆びついた鉄の門が僕たちを迎えた。まるで長い間誰も入ることを拒んでいるかのように、重くてギシギシと音を立てる門をケンジとアキラが力を合わせてこじ開けた。錆の匂いが鼻をつき、不気味な雰囲気が一層強まる。ここ、本当に大丈夫かな？ケンジが再び不安そうにつぶやく。大丈夫さ、ただの噂だよ。アキラが無理に笑顔を作りながら答えるが、その目は緊張で泳いでいるのが分かった。僕たちは恐怖心を押し殺しながら、ゆっくりと病院の中へと足を踏み入れた。中は外よりもさらに暗く、湿気とカビの匂いが充満していた。懐中電灯の光が壁に映し出す不気味な落書きや、破れたカーテンがゆらゆらと揺れる様子が視界に飛び込んできた。天井からは水滴がポタポタと落ちる音が静寂の中に響き渡り、その音が妙に耳に残った。なんか、ここ変な感じがするな。僕は思わず独り言を漏らした。確かにな。でも、せっかくだからもう少し奥まで行ってみようぜ。アキラが前を向いたまま答える。その言葉に勇気づけられ、僕たちはさらに奥へと進んだ。廃墟の中を進むにつれて、周囲の気温がどんどん冷たくなっていくのを感じた。まるで何かが僕たちを歓迎しないとでも言うかのように、冷気がじわじわと体に染み込んできた。突然、ケンジが立ち止まり、聞こえるか、と囁いた。何が？僕が問い返すと、彼は耳を澄ませているように見えた。さっきから、誰かの囁き声が聞こえるんだ。ケンジの顔色が青ざめているのが見て取れた。気のせいだろう。こんなところに誰もいるわけがない。アキラが強がるように言うが、その声にはかすかに震えが混じっていた。僕たちは再び歩き出し、病院の奥へと進んでいった。心臓の鼓動が一層速くなり、冷たい汗が背中を伝って落ちるのを感じながら、僕たちは暗い廊下を慎重に進んでいった。目の前に見えるのは、壁に描かれた不気味な絵や、廃墟の中に散乱する古びた医療器具。足元にはガラスの破片や朽ちた家具が転がっており、一歩踏み出すたびに小さな音が響き渡る。突然、
ケンジが、ここ、本当に大丈夫かな、と再びつぶやいた。大丈夫さ、ただの噂だよ。アキラが笑って答えたが、その笑顔はどこかぎこちなかった。僕たちはお互いに不安を抱えながらも、さらに奥へと足を進めた。目の前に現れたのは、大きな古びたロッカーが鎮座する部屋だった。そのロッカーは不自然なほど存在感があり、まるで何かを隠しているかのように思えた。僕たちはそのロッカーに引き寄せられるように近づいていった。突然、ロッカーの中からかすかなささやき声が聞こえてきた。助けて、助けて。僕たちは顔を見合わせ、何かが起きていることを確信した。ケンジは恐る恐るロッカーの扉に手を伸ばし、ゆっくりと開けた。しかし、中には何もない。僕たちは一瞬安堵したが、その安堵は長くは続かなかった。扉を閉めると、再び声が聞こえてきたのだ。こんなこと、あれやない。アキラが叫び、僕たちは恐怖に駆られてその場を離れようとした。しかし、出口に向かう途中で足元に何かが引っかかるような感覚を覚えた。振り返ると、そこにはぼんやりとした人影が立っていた。その姿は人間のようでいて、人間ではない何かだった。僕たちは恐怖で凍りつき、声も出せないままその場に立ち尽くしていた。突然、その人影がケンジに向かって手を伸ばし、助けて、と囁いた。その瞬間、僕たちは恐怖のあまり叫び声を上げ、全力で逃げ出した。暗い廊下を駆け抜ける間、心臓の鼓動が耳の奥で響き渡り、足元のガラスや朽ちた道具を踏みつける音が乱れ飛んだ。廃病院の出口にたどり着いた時、外の空気が一気に僕たちの体を包み込んだ。僕たちはその場で振り返り、後ろを見た。しかし、もうその人影は見えなかった。ただ、廃墟の闇が静かに佇んでいるだけだった。なんだ、あれ。ケンジが震える声で言った。わからない。でも、もう二度とここに来ることはないだろう。アキラが息を切らしながら答えた。僕たちは震えながら廃病院を離れ、二度と戻らないと誓った。しかし、その夜から、ケンジの様子がおかしくなった。彼は毎晩のように、助けて、というささやき声を聞くようになり、次第にその声が日常の中にも現れるようになったという。昼間でも、頭の中からささやき声が聞こえると彼は怯えるようになった。ケンジは次第に精神的に追い詰められ、ついには病院へ行くことになったが、医師たちは彼の症状に対して特定の原因を見つけることができなかった。彼はいつも同じ言葉を繰り返した。あの声が聞こえるんだ。助けてって。僕たちも彼を支えようとしたが、時間が経つにつれてケンジは死体に孤立し、廃病院での出来事が彼の心に深く刻まれてしまったのだろう。ある日、ケンジは姿を消した。彼が最後に目撃されたのは、あの廃病院の近くだったという。僕たちは必死で探したが、彼を見つけることはできなかった。その後、廃病院は取り壊されることになったが、ケンジの行方は結局わからずじまいだった。僕たちは彼のことを忘れることができず、今でも時折、
夜の静寂の中で彼の名前を呼んでみるが、返事が返ってくることはなかった。あの日の出来事は、僕たちの心に深い爪痕を残し続けている。廃病院の取り壊しとともに、あの場所にいた何かも消え去ったのだろうか。それとも、今もどこかで賢治を苦しめ続けているのだろうか。今でも、ふとした瞬間にあの夜のことを思い出す。そして、あの廃病院の中で感じた冷たい毛の感触と囁き声が、僕たちの耳元によみがえることがある。あの場所で何が起こったのか、本当のところは誰にもわからないまま、僕たちはその記憶と共に生き続けるしかないのだ。テレビ。去年の冬のことでした。僕は一人暮らしをしているんですが、仕事の都合で帰りがいつも遅くなってしまいます。その日は特に疲れていて、夜の12時過ぎにようやく帰宅しました。ご飯を簡単に済ませて、リビングで少しテレビを見てリラックスしようと思いました。部屋の電気を暗くして、ソファに座りながらテレビをつけました。しばらくすると、ふとした瞬間にテレビが突然消えました。あれ、リモコンどこに置いたっけ？と探してみると、リモコンはテーブルの上にちゃんと置いてありました。変だなと思いつつも、再びリモコンでテレビをつけ直しました。しかし、しばらくするとまたテレビが勝手に消えました。おかしいな、故障かな、とつぶやきながら、今度はリモコンを手に持ったままにしました。すると、突然、ピッと音がしてテレビがまたつきました。と驚いていると、今度はテレビが勝手にチャンネルを切り替え始めました。ピッ、ピッ、とリモコンを操作する音が何度も響きます。リモコンは僕の手の中にあるのに、まるで誰かが操作しているかのようでした。やめてくれ、と叫びながら、リモコンの電池を抜きました。それでも、テレビは勝手についたり消えたりを繰り返します。何なんだ、これ、心臓がドキドキして、冷や汗が流れてきました。その時、部屋の中が一瞬静まり返りました。テレビの画面には何も映っていない黒い画面が映っていましたが、そこにうっすらと人影が映っているのが見えました。誰かいるのか。恐る恐るテレビに近づいてみると、その影がじわじわと大きくなっていくのがわかりました。もう無理だ。そう思って、慌ててテレビを消し、部屋を飛び出しました。その夜は、怖くて友人の家に泊まりに行きました。それ以来、夜遅くに一人でテレビを見ていると、あの出来事が頭をよぎってしまい、どうしてもリビングでリラックスすることができなくなりました。皆さんも、深夜に一人でテレビを見ている時には気をつけてくださいね。もしかしたら、あなたの部屋のテレビにも何かが映っているかもしれませんから。台所。僕の家は古い日本家屋で、夜になると家全体が静まり返ります。その夜も、家族全員が寝静まった深夜のことでした。僕は自分の部屋で仕事をしていて、ふと時計を見るともう2時を過ぎていました。そろそろ寝るか、とつぶやきながら、パソコンを閉じて寝る準備を始めました。その時でした。
台所の方からゴツゴツゴツという足音が聞こえてきたのです。え、誰か起きてるのかと思って部屋を出て廊下を歩き始めました。家は静まり返っていて足音だけが響いていました。コツコツコツ。台所に近づくと足音がだんだんと大きくなってきました。ドキドキと心臓の音が聞こえるほど緊張していました。誰？と声をかけましたが返事はありません。台所のドアをそっと開けて中を覗くと誰もいませんでした。しかし足音はまだ続いていました。コツコツコツ。まるで誰かが目の前で歩いているかのようにはっきりと聞こえました。嘘だろとつぶやきながら足音の出所を確かめようとしました。冷蔵庫の前、シンクの下、どこを見ても誰もいません。でも足音だけは途切れることなく続いていました。コツコツコツ。恐怖心がどんどん募り足が震え始めました。これは夢かと自分に問いかけましたが、どう考えても現実です。もうこれ以上は無理だと思い台所を飛び出して自分の部屋に戻りました。その夜は怖くてなかなか眠れませんでした。それ以来夜中に一人で台所に行くことが怖くてできなくなりました。あの足音は一体何だったのか今でもわかりません。深夜の入浴。仕事が忙しく帰宅がいつも遅くなってしまう時期でした。ある日の夜、家に帰ると疲れ果てていてすぐにシャワーを浴びてリラックスしようと思いました。家には僕一人だけでした。いつもなら家族がいるのですが、その日はたまたま全員外出していて深夜まで戻らない予定でした。シャワーを浴び始めたのは確か夜の11時過ぎだったと思います。温かいお湯が体を包み込み少しずつ疲れが取れていくのを感じました。浴室の電気をつけていたので部屋全体が明るく特に不安を感じることもありませんでした。ところがシャワーを浴びている途中でふと浴室のドアの方に目をやるとドア越しに何かが動いたような気がしました。最初は気のせいだと思い気にせずにシャワーを続けました。しかしその時の違和感がどうしても拭えませんでした。シャワーの水を止め耳を澄ませてみると確かに何かの気配がします。ドア越しに人影が見えたのです。おかしいな、誰もいないはずなのにと思いました。心臓がドキドキし始め嫌な予感が頭をよぎります。その人影は徐々に近づいてくるように見えました。ドアのすりガラス越しにその影がゆっくりと動いているのがはっきりとわかりました。頭の中はパニック状態です。誰がいるんだ、なんで、家に誰もいないはずなのに。勇気を振り絞ってドアを開けました。するとそこには誰もいませんでした。風の音も家のきしむ音も一切何も聞こえない静寂が広がっていました。心の中で本当に何だったんだと自問自答しながら全身に鳥肌が立っているのを感じました。その夜は
怖くてなかなか眠れませんでした。それ以来、夜遅くに一人でシャワーを浴びることができなくなりました。あの影は一体何だったのか、未だに答えが見つかりません。皆さんも、遅い時間に一人でシャワーを浴びるときには、十分気をつけてくださいね。もしかしたら、あなたの背後にも何かが潜んでいるかもしれませんから。